少し時間をお待たせいたしまして申し訳ございません。はい、大塚代表の定例記者会見を始めさせていただきたいと思います。まず代表の方から、はい、お話をいただきますので、よろしくお願いします。はい、少し時間が遅くなりましたことをお詫びを申し上げたいというふうに思います。まずは昨日皆さんにも取材をしていただきましたが、統一会派をめぐる協議、22日に向けて、一旦ここで、歩みを止めることになりましたけれども、昨日の確認事項に基づいて、引き続き三党統一会派を目指して努力をするということには変わりがありませんので、そのことはまず冒頭を申し上げておきたいというふうに思います。今日益子幹事長と古川幹事長公式にお会いをしてですね、三党統一会派をめぐる動きについては昨日の展開の通りですが、引き続きどういう形で連携をしているか、連携をしていけるか、例えば働き方改革の対案作り等についても、一緒にやっていけるところは一緒にやっていくということを含めて確認をし合ったということであります。幹事長から聞いている話では、昨日の両党それぞれの承認決定事項について説明し、お互いに理解をし合ったと、将来的に統一会派を組むことも視野に入れ、すでに始めている働き方改革協議をはじめとする国会対応についても、引き続き協力関係を深めていくことを確認した。なお幹事長協議の場も引き続き継続し、必要に応じ幹事長会談を持つこととしたという報告を受けました。そして昨日の承認事項は、引き続き立憲民主党にも粘り強く働きかけていくということでありますので、今日非公式に福山幹事長ともお会いをしたというふうに聞いております。そういう状況ではありますが、22日まずは3党それぞれの立場で国会に臨むことになりますが、長い通常国会でありますので、この通常国会の間にも3党の連携が深まるように努力をしたいというふうに思っております。冒頭は私から以上です。はい、それでは会社名のお名前を言って、質疑をさせていただきたいと思います。どうぞ。石田です。はい、実際まで行われておりました執行役員会の中身をご紹介いただきます。はい、執行役員会はまず今まさしく申し上げたような現状認識について共有をいたしました。それから昨日議員総会の運びで若干混乱もありましたので、そのことについての事実関係の確認がありました。あとはそうですね、今冒頭申し上げたことに共通しますけれども、今後希望の党と立憲民主党にどういう働きかけをするかということについてかなり意見交換をさせていただきました。はい、ちなみに衆参それぞれですね、出席してますけれども、どういった意見がこの今後の運びについては出されたのでしょうか。衆参それぞれというのは、そういう意味ですね。まず三党統一会派を目指すことを前提に、二党間の統一会派選考もあり得る。これは常任幹事会の確認事項なので、立憲と選考することも、それはあり得べしということは話に出ました。したがって、希望の党との交渉が一区切り、現時点では一区切りついてますので、しからば立憲の皆さんとどのような話し合いをするべきかということについて、いろいろ意見交換が行われました。一方ですね、参議院の方はご承知の通り、希望の党の方で一時分党というお話も出てたんですけれども、とりあえずは今そういう形になってない中で、どういうふうに希望と立憲にアプローチをするかということについて
意見交換がありました。はい、朝日先生です。昨年で、福山さんとの会談はどんな内容だったのか、本当はどういうお話を私が幹事長から報告を受けたのは、党対党で、正式に申し出ていただけるとありがたいというようなやり取りはあったというふうに聞いてます。はい、読売の鈴木です。分党という言葉が先ほど出ましたが、希望の党に関しては政策の、違いがあるというので、分党も検討ということになっていますけれども、民進党について今分党ということに、代表はどのようにお考えになっているか教えていただけますか。それは希望の党の分党のことについてですか。民進党内の分党、民進党内にはそういう話はありません。はい、一部議員の中では分党という声もありますが、それについてはどうですか。いや、それは個人的な意見をいろいろ言われる方はいると思いますが、党内で、そういう議論が何か公式に行われているということは一切ありません。はい、フランス店の及川と申します。はい、統一会派がうまくいかなかった場合、執行部の責任問題に発展するということはありますでしょうか。これは発展しないようにしっかり対応したいというふうに思います。やはり、これは去年の選挙のあの結果経過を受けてですね、極めて今不正常な状況下に置かれている。でしかもそれは、この不正常な状況というのは、我々元民進党系の政党及び議員にとって不正常ということだけではなくですね、国会がこういう状況だと、それは国民の皆さんにとって不正常な状況、つまり与野党が拮抗した議論を行えないということは、国民の皆さんにとっても不正常な、そしてあまりよろしくない状況だと思ってますので、これを正常化し、やはり国会がきちっと与野党間の議論で機能するようにすることは、これはもう大変重要な仕事だと思っておりますので、しかもそう簡単にいきません。去年の大変厳しい感情的圧力を生んだ選挙でありますので、そのことを踏まえると、とにかく一歩でも二歩でも、また大きな塊で、一刻も早く今の巨大与党と対抗できる姿にする、もうそのことしか念頭にありませんので、しっかり努力したいと思います。はい、どうぞ。ファクター宮島です。はい、大塚代表が精緻なプランを作って、益子さんが交渉役に当たるというそのフォーメーション、これ自体はやはり私は瓦解したんだと思うし、で今度立憲も含んでやるということになると、やはりこれは代表自ら出ていってですね、やるようなやり方を取らないととてもまとまらないと思うんですが、そのことを言って伺いです。瓦解したとは思ってません。引き続き幹事長にもしっかり努力をしていただきたいと思いますが、当然代表として、自ら調整すべき点は調整していかなければならないというふうに思ってますので、努力したいと思います。共同通信の小野塚です。ちょっとさっきの役員会の話に戻るんですけれども、この2点あるんですが、役員会の中で今後その立憲民主党との窓口交渉役としてどなたか選ばれたということはあるんでしょうか。いや、それはないです。はい、あともう一点、先ほどのご説明の中で、はい、運びで混乱があって事実関係の確認があったということだったんですが、これはどういったことでしょうか。これは冒頭小西議員からも質問のあった広田さん の件ですね。ちょっと私たちも寝耳に水だったんで、どういう経緯かということについて、正式の開会の前に、役員会開会の前に意見交換がありました。私の方からも申し上げましたが、ああいうご質問いただいて、
執行部席でですね、私も益子さんこれ何か聞いておられますかって聞きましたら、益子さんもいや聞いてないっていうんで、まあ、考えられるとしたら前の日の上官で、まあ、その宣誓書にまだサインしてらっしゃらない方は誰かというやり取りがあったのは事実なので、まあ、そのことですかねということでああいうやり取りになったんですが、まあ、今日は改めて広田さんに私も電話しました。で事情を聞きましたら、今回は議員総会の案内が来なかったので、問い合わせたところそういうことを事務方の皆さんから説明があったというので、いやそんな大事な話はその我々も聞いてない中でちょっと困るねっていう話で事実関係確認しますと言って広田さんにはお詫びをしました。まあ、その上でそういう経過ですということを役員の岡田さん、小川さん、まあ、畑さんもそうですが説明をしました。まあ、そのことが運びの話です。はい、どうぞ。いいですよ、後ろの方です。はい、今の質問に関連するんですが、はい、今後立憲側との協議は誰が窓口になって具体的にどのように進んでいくと思いますか？まさしく今日はその話が中心だったのであまり詳細は申し上げられませんが、まあ、今の宮島さんのご質問とも関係しますけれども、当然執行部がしっかり関わってやっていくという、まあ、そういう議論です。はい、無所属の会が、まあ、筆頭にということではないですか？そこは先ほど福山幹事長から益子幹事長に党対党で公式に申し出てほしいと言われたという経緯がありますので、やっぱり公式にはそういうパイプを使っていくことになりますが、まあくどいようですけど相当いろんな感情的しこりを残している現状なので、いろんなルートを使って、交渉をすることになると思います。はい、共同通信委員会と申します。代表にて伺います。はい、昨日も質問出たと思うんですけど、今後も、まあ、3党で統一会の結成を目指すと表明されている中で、はい、今回の希望の党とのようにですね、はい、立憲民主党と先行して2党による統一会を結成するという考えが終わりなのかというのが1点とですね、仮にその立憲民主党と先行して2党で統一会派が作成された場合は、まあ、2党で組んでから希望を説得していく、希望と組むためにですね、立憲民主党を説得していくということになるのか、このあたりの考えをお聞かせください。これはですね、あるかないかと言われれば、さっきも申し上げたような気がしますが、上官の決定事項としては、3党統一会派を目指しつつ、まあ、これは交渉事ですので、2党での選考もあり得るということですから、当然それは希望もあれば立憲もあるということですので、そういう意味ではあり得ます。で、今のご質問は立憲とまとまったらその後希望にっていうお話ですけれども、昨日の両院総会の最後の 確認文書ですね、あれは今も生きてますので、その具体的諸課題の調整に向けて、無所属の会と執行部が協議をしていくわけでありますので、具体的諸課題の調整が終わると物事が動き始める可能性もゼロではないということですから、どっちが先とかどっちが後ということは現状では予断を抱いてません。はい、IWJ の川上と申します。はい、民進党 の小西洋之議員が、17日、はい、民進希望の会派騒動は、改憲勢力が野党第一党になり、今年中に憲法改悪が行われるという国民にとって本当に危機的な状況だったという、ツイートをしております。憲法改正に対するスタンスがその議員によって大きく異なるようにも見えるんですが、基本的に、民進党としては、またあるいはその希望の党と その統一会派ということもその考えつつ、そのこの、両党はその安倍政権が、進めているその
憲法改正を支持するということでも、よろしいでしょうか。そういう認識でよろしいでしょうか。まず小西さんは憲法に情熱燃やしてらっしゃるので、いろんなご意見をお持ちでそういうツイートをしてらっしゃるというのはそれはそれとしてですね安倍さんの憲法改正論議が、非常にいろいろ懸念や疑問があるなというのはみんな思ってますのでみんなというのは私たちもそう思ってますし希望の党でもそういうふうに思ってらっしゃる方が多いので、何かこの統一会派が成立すると安倍さんの改憲勢力に組みするという、その表現は正しくはありません。で現に昨日プライムニュースの番記者の皆さん取材もしていただいてますが玉木さんも例えば9条の問題については非常に安倍さんの今の主張ではそれはもうとても賛成できないというふうにおっしゃってるわけですから何かそういう改憲勢力護憲勢力というような区分けで物事をこの憲法をめぐる論議の物事を表現するのはあまり適切な区分けの仕方じゃないなというふうに思います。で私たちも民進党もそしてその前身である民主党も憲法は議論すべき点があればしっかり議論をするべきだという立場でありますのでそういう意味では必ずしも憲法改正否定しているわけではありませんのでしかしそれはどのような内容が発議をされるのかそしてそこに至る過程で発議これまでないわけですからねそれが国会で憲法審査会でちゃんと議論を行われて合意して発議されるものなのかそれとも国会の場外でこれは国会の協議の場っていうのは他にあるべきだというご意見もあるのでそのことによって発議されるべきなのかとかですねそこに至る手続きですね手続きそれから発議される内容さらには国民投票法に基づく実際の国民投票のあり方いろんなもので最終的に安倍さんが発議を仮にされるとしたらですよ仮にされるとしたらその内容に賛成できるか反対すべきかということが決まってきますのでなんとか勢力っていう区分けはこれはやっぱりあんまり適切な区分けの仕方ではないと思います、はい、フリーランスの関係です、はい、ちょっと視点が違うんですけど、はい今回の民進党それから希望の党のですね、はい統一については実は15日の日にですね共産党の小池書記長の会見でですね、ええ、ちょっと批判しておりましてもともとこう党首間の間で、うんあった合意に反してるんじゃないかというそれから参議院選挙この前ですね参議院選挙あるいは今回の衆議院選挙でも希望の党に行かないっていうことを証明した民進党の方、新電話を知ってる人に関しては、そういうもとで共産党は候補を下ろしているとだそういう審議から言ってもその、国民にとっても、一種の約束違反なんじゃないかこういう、かなり厳しいだから、民進が希望になる形というのはそういう点ではおかしいということをはっきり言ってるんですがこれについてはどういうふうに考えますか。なんか小池さんのそのニュース私もネットで拝見しました。でなんか個人名当選した議員の個人名まで出てるわけですよね。でちょっとそれは事実関係に対する認識やあるいは今後の展開についての理解の仕方が違うと思いますがまず今回は統一会派の交渉を昨日まで仮に統一会派を結ぶときには合意の案としてああいう案までたどり着いているわけであります。したがって何か統一会派っていうのは希望の党に合流するとか民進党に合流するとかそういう話ではないので合流云々という表現がもし
小池さんのご発言の中にあるとすれば、それはまず事実関係と違います。まあ、その上で、これは私も皆さんの前でも申し上げていると思いますし、両院議員総会ないしは全国幹事会でも申し上げてますが、繰り返しになりますけれども、去年の混乱した選挙の過程で、まあ、ある意味、党の決定に従って、やむを得ず希望の党に行かれた方もいらっしゃるのは、まあ、事実だと思いますので、まあ、その皆さんがやはり元通り大きな塊で、また活動できるように、そのための今調整を行っているわけでありますので、まあ、何かその小池さんとチャーターメンバーの皆さんが立ち上げた時の姿の希望の党と今我々が合流をするかのごとくのご認識であれば、それはかなり事実と違うと思います。むしろですね、やはり我々はど真ん中のやっぱり国民の皆さんにとって、まあ、議員、代表質問でも申し上げておりますが、保守とリベラルは対立概念ではありませんけれども、まあ、あえて誤解されている意味で使うと、まあ、保守からリベラルまである程度幅の広い大きな塊の政党やあるいは政治集団、まあ、つまりこれは複数の政党であってもいいんですけれども、であってこそ初めて政権選択の対象となりうると思うので、まあ、そういうゾーンにもしはみ出た展開にやむを得ずなっている人がいた場合には、そのゾーンに戻っていただくための今プロセスを経ているということでありますので、まあ、必要があれば小池さんとも仲がいいので小池さんにしっかり説明したいというふうに思います。はい、すいません、執行役員会に戻ってきてほしいんですけれども、福山さんから、まあ、党対党で正式に申し出ていただいてありがたいと言われたという報告があったということですが、そのこれに対して党としてどういう対応をしようというのは、まあ、一定 の, その理解や認識の共有と思うのは今日の執行役員会でなされたのかということと、それから彼との召喚ではまだ2党と先行することもあり得るしというふうになっていますが、今後その立憲さんとですね、まあ、希望は少なくとも22日までよという話になっていますが、まあ、立憲してやっていこうということについて、まあ、確認なりある程度 の, その認識のレベル合わせというものが行われたのか、この2点を確認させてください。まず1点目、いろいろ話し合われました。まあ、したがって段取りについては我々の内部で共有した段取りは若干ありますけれども、それは極めて非公式なものでありますので、これ以上の言及は差し控えたいというふうに思います。で、その上で2番目のご質問はあれですね、その3党でっていうことでしたっけ。要はその2党先行となっている中で、うん、立憲さんと、まあ、進めていこうということについて一定の認識のレベル合わせはされたのか。あ、それはされてます。はい、されてます。いやいや、さっきのあちらの、どこでしたっけ、共同さんね、共同さんに対する答えと一緒ですけれども、希望の党との統一会派の交渉は、昨日のあの段階までは来てるわけですね。あの段階までは来てると。で、立憲の皆さんとは、まあ、残念ながら、とてもそこの段階には至ってませんので、これからそれをスタートできればいいなと、そのためのいろんな手順についての話し合いは行われたと、こういうことです。関連で衆参で朝日最高です、衆参で統一会派ということだと思うんですけども、まあ、今回衆院側が希望選考ダメですよということになったわけですけども、今度衆院に組めるとなった時、参院側が立憲選考ダメですよということになる可能性はない、それとも衆参一体というのも認識一致されてるんですか。いや、どっち選考ダメという議論は行われてませんし、なんかそういうことが決まってるわけではありません。昨日も状況は皆さんご承知の通りでありますけれども、まあ、我々としては、昨日に至るまでの取り組みと
結論を了としつつ、具体的諸課題の調整については今後の協議に委ねるという段階まで達したんですが、残念ながらそれは昨日の段階で22日に間に合わせるための希望の皆さんの期待値に達しなかったということで、一旦打ち切りになっているわけでありますので、どっちが先行とかということについて、何か我々の間で順番が決まっているわけではありません。はい、どうぞ。ファクターの宮島です。はい、去年の小池さんのところの合意の時は前原さんを背中を押したのは連合なんですね。で、今回の経緯見てても玉木さん、大塚さん、やはり連合というのがね、やはり台頭になるようにというふうに背中を押しているわけなんだけど、私はやっぱり最大の支持母体とはいえ、そういうところがですね、やっぱり党の主体性に関わりすぎているんじゃないかと。やはりこれほどね、党内の議論がまとまる前にこういうことをやるというのは、私はその部分というのは問われていると思うんですけど、そこはね、やはりしっかり総括しませんと、その要するに連合との関係というのはどういうふうに、今どういう関係になっているか含めて伺いたいです。連合さんには当然最大の支持母体ですから、節目節目では状況のご説明はしてますけれども、これはあくまで我々の党内政党間の対応としてやっていることでありますので、何か連合さんが主体的に関わっているということはありません。それは皆さんの側からそういうふうに見える構造なのかもしれませんけれども、実態としてはあくまでこれは政党間の話し合いであります。で、今宮島さんがおっしゃったような誤解を受けないようにやらないといけないというふうに思ってます。はい。IWJ の川上です。安倍政権は現在決して支持率が高くないわけですが、それに見合わない議席数を獲得しているかと思います。安倍政権の進める政策と世論の その望む政策には乖離があると思われますが、他方でその民進党と希望の党も支持率 1% 程度になっております。もしその民進党と希望の党のその統一会派が先行してしまえば、野党でのその最大勢力となっておりました。与党野党ともにその国民の支持を得ていない勢力が、国会の上を決めていくというのはその国民にとってその問題になるかと思いますが、これについてその大塚代表はどうお考えになられますか。また野党の中ではその立憲民主党がその最も支持率が高いわけですが、立憲民主先行でその立憲民主党を支えていくという方向にはそのならないでしょうか。まず私たちの立場で安倍政権の支持率が低いというふうに申し上げるのは大変言いにくいというか、とてもそんなことは申し上げられないなと、人様のことをとやかく言える立場ではございません。安倍さんはどうでしょう、歴代の内閣の中では比較的支持率高い方ではないかなと思います。ただしですね、ただし選挙での得票数、得票率と議席数のバランスでいうと、これは明らかに民意を正確に反映している状態でないのは事実であります。で、その状況を改善するためにですね、その状況を改善するためにやはり我々はもう一回大きな塊を作らなければならないというのが私の認識でありますので、私どもと、多党のことを申し上げてなんですが、希望の党の支持率が極めて低いということは、これは国民の皆さんに大いにお詫びをしなければならないと思ってますし、それはただ単に本当に 1.3 とか 1.2 とかっていう数字なのかというと、私の皮膚感覚では必ずしもそういうことではなくて、あの選挙の混乱の結果、少しあなた方は再生のための努力をしないといけないのではないですかというメッセージと受け止めてます。立憲の皆さんは ああいう経営家の中で生まれたものとしてですね、今ご承知のような一定の支持を得てらっしゃるんで、それはそれで結構なことですが、
まあ、あの立憲を支えるとか希望を支えるとか民進だけ突出するとかそういうことではなくて、やっぱりこの得票数得票率の割合に比べてあまりにも異様な多数の議席を持っているこの状況を是正するためには、我々3党を中心にできるだけ連携できる野党が大きな塊になるということをやりませんと、これはこの状況を打開できませんので、まあ、そこに向けて引き続き努力をするということであります、はい、ゲイレポーター坂井美人です。よろしくお願いします、はい、少し前の話になるんですけれども、はい、あのアブロナミエさんの紅白をご覧になられた感想をお願いいたします。よろしくお願いします。いや、来年も再来年もずっと出ていただきたいなというふうに、思います、はい、非常に親しみ感じます。うちの娘も化粧のせいかちょっと浪江さんに似てるような気がしてですね、はい、親しみ感じてますのでずっと続けていただきたいなと思ってます、はい。まあ、今党対党との話があったんですけども、岡田さんたちは要するにまあいろんな事情があって無所属で選挙を戦っておられた、はい、でまあ小沢さんもいろんな事情があって無所属で戦っておられたけども自由党に帰ってきてます。1月7日の NHK の日曜討論においてはきちんと自由党代表、うん、共同代表だったということになってますけど、うんうん、今までの歴史の中において党の中、まあ、数ある多くの人がいる党の中で会派を作ったというのはあるんでしょうか、うん、例えばですね、中村吉郎さんが入って、まあ、民進党プラス中村吉郎というんだったら分かるんですけども、要するに岡田さんたちにやってることは分かんないですよね。それで調子のいい時だけ民進党というのを利用して、はっきり言ってここで会見やるときは民進党さんをこう使ってるわけですよ。そうするとね、要するに都合が悪くなると、いや民進党じゃないと会派だって言うんですよね。でそれが分からないというと、そのお母さんたちや、そのお母さんたちの会派の人たちはそれはマスコミがいけないんだと、きちんと説明していないんだって言うんですけども、大塚さんは民進党代表としてとにかくいろんなことがあったけども、民進党衆議院議員になれということは言えませんか。ぜひ次の岡田さんの定例会見の時にまた聞いていただきたいと思うんですが、もちろんお願いしてますよ。やはり会派名をちゃんと名乗って、やってくださいということは私からも幹事長からも今日も役員会でもお願いしましたし、それは多くの参議院の仲間もそう思ってますし、それから全国幹事会でもですね、自治体議員の方からやっぱりそういう声がいっぱい出てるんですよね。だからこの間昨日の全国幹事会ではそういうご要望が出たので、一応私から事情を説明して、その事情というのはやっぱり不正常な今状態、去年の異常な選挙の結果、自分たちでやったことですけどね、異常な選挙の結果不正常な状態が続いているので、いろんなご事情があると思いますが、できるだけ民進の会派を名乗っていただきたいと、直接はご本人に答弁していただきますと言って岡田さんに振ったら、岡田さんが渋々お答えになっておられましたけども、それはきっちり名乗ってほしいですよね。それがまた本来の姿ですので、はい、ぜひ次の記者会見でも皆さんからも堀田さんからもご質問していただけると助かります。言いますよ、はい、それでこの時の会見の時は民進党を外して何とかの会というのをやってないと私怒りますからはよろしくお願いします、はい、そろそろじゃあこの 1,2,3,4 人でいいですか。じゃあ、はい、1,2,3,4 共同通信イカです。また統一会派の件をお伺いします、はい、立憲民主党と2党による協議が今後進んだ場合の件です。これまでその立憲の代表を見ていると、党と一緒の場合なら組まない、
まあ、つまり3党による統一会派をですね、民進が諦めるのであれば組んでもいいという条件をつけてくるあのケースがですね、容易に想像できますけれども、その場合その代表は将来的な3党は目指しながらも、まずは立憲民主党と民主党による2党で統一会派結成をするべきなのか、あるいはその3党にこだわり続けるべきとお考えなのか、あの代表もお考えを教えてください。将来的な3党を前提としつつということであれば、当然2党選考はあり得ると思います。で、希望の皆さんも今回ここまで協議が進んできた大前提は、3党でもいいですよということでテーブルについてくれたわけですので、そこは変わりません。ただし立憲の皆さんが、いろんな考え方をお持ちだっていうのは、この点についてですね、十分理解してますので、より大きな塊になれるように、そのことを念頭に置いていただけるならばいいなというふうに思ってますので、さっき今後の交渉のプロセスやファーストコンタクトについては、ファーストっていうのは今までも非公式にはコンタクトしてますけども、今日を境にしたファーストコンタクトの詳細については申し上げられませんけれども、大きな塊でやるということまでは否定しないでくださいねというお願いはしたいと思います。そうでないと、それはくどいようですけど、我々政党や議員は我々自身のために存在しているわけじゃなくて、国民の皆さんのために存在している。そういうふうに申し上げると、昨日もプライムの反町さんから、今回のドタバタ国民の皆さんにご迷惑かけてませんかと聞かれたので、大変申し訳ないと思ってますと率直に申し上げましたけれども、しかしこれも国民の皆さんのために大きな塊にならないと政権選択していただけないわけですから、そうすると憲法に主権者って書いてあるのがまさしく空文化してしまいますので、そのことを、立憲の皆さんにもぜひご理解をいただいて、大きな塊になるということは否定しないで交渉に臨んでいただければありがたいなというふうに思ってます。読売の鈴木です。統一会派以外の連携のあり方について伺いたいですが、すで、はい、に働き方改革での協議は希望と一緒にやっていくということですが、それ以外のテーマとか連携のあり方については今具体的に何か他ありますか？それ以外のテーマについて、まだ具体的なテーブルにこれを上げようとかですね、そこまでは詰まってませんが、もう上げなければならない項目はいっぱいあります。例えば昨日もプライムの中で申し上げましたが、国民投票法に関する問題もそうですしね、いろんなテーマがあると思いますので、できるだけ一緒にやっていきたいというふうに思ってます。で、連携のあり方ですか？形はいろいろありますよね。違う形、それはちょっと工夫しますけど、まずはでもやっぱり政策のテーマごとの協議会ないしは検討会っていうことだと思います。はい、じゃああとお二人ですね。はい、共同通信の方です。はい、統一会派の関係なんですけど、はい、先ほどの発言の中で、はい、希望との会派に関しては、諸課題が解決すれば動く可能性があるというふうにおっしゃってたんですけれども、これはご自身の認識として希望の党との会派、そういうふうに諸課題の解決というのは調整ね、諸課題の調整、具体的諸課題の調整、それが解決するということは割と近い時期にあり得べしというふうにお考え、今後会中とかにもあるというふうにお考えなのかというのが点が1点と、あと今後の立民との交渉に関して、どれぐらいのタイムスパンでやって会派というか方向性を出せればいいというふうにお考えなんでしょうか？まずその具体的諸課題の調整はもちろん短期的にも中長期的にも動きうるものがあると思います。実際に動くかどうかっていうのは、それはちょっとまだ今日の時点では分かりませんけれども、
それはあると思います。それで立憲の皆さん、これは可及的速やかにと思ってます。希望も可及的速やかにここまでやってきましたので、立憲の皆さんももし交渉のテーブルについていただけるということであれば、可及的速やかに、やりたいと思います。はい、それでは最後お願いします。フリアンスの上です。はい、ちょっと、患者たちの確認ですけど、確認です、2点ございます。まず無所属の会 の, この存在なんですけれども、はい、これは何か妊娠からなんか希望に合流するというような話がありましたときに、衆議院選挙では出ないというようなことを言ったということが縛りとして何かの根拠として残っているから無所属になっているのかということはないのに続いているのかというあたりがちょっと私の勉強があって知っておくと分からないんで、まずこれあと、これはですね、ぜひ直接岡田さんに一回また聞いていただきたいと思いますが、私の認識ではですね、岡田さんからお伺いしている認識では、やはりその今回は無所属ということで、立候補して当選させていただいたので、無所属という冠で仕事をしたいということと、それから無所属の会の中に民進党籍をもうお持ちでない方がいらっしゃいますので、その方々のことにも配慮をして、党籍名を名乗っていないというふうに受け止まっております。詳細はご本人から聞いていただければというふうに思います。ということは、岡田さんのご意思によってそれを解説できるということでよろしいですかと思いますし、無所属の会の中にはやっぱり党名を名乗るべきだというご主張の方もいると聞いてますので、ぜひそこは一回ゆっくり聞いてみてください。最後になります。はい、これは IWG の方なんかも言ってるんですけれども、今回の一連の動きですね、今プライムで国民の方にも迷惑という、やっぱりどう見てもドタバタしていると、しかもそれがですね、やっぱりどうしても安倍政権が喜ぶような方向でですね、第一党が立憲でなくなるということと、それから憲法を改正に近づくという、そういうものとどうしてもこの動きとかですね、重なって見る方が多いと思うんですが、そういう国民、あるいは市民政府の方なんかに対してですね、もう少しちょっとこの辺のことについての、代表からの、分かりやすい言葉をいただければと思います。まず今のご質問の内容は基本的に大きな誤解ですので、誤解を受けないように努力したいというふうに、思います。何しろ合意文の案はですね、安倍政権と厳しく対峙するって書いてあるわけですから、2行目ですかね確か。やっぱり小池さんとチャーターの皆さんで、実際にオペレーションをしていた時にはですね、むしろどちらかというと協力してやっていくというお立場もかなり強かったような気もしますが、もう完全にその点は今回の交渉の過程で変わってますので、決して何か安倍政権にとって、サポーティブな展開ではありませんし、我々はそういう勢力であるというふうには全く認識してませんので、どうぞご安心くださいというふうに、申し上げたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。